また戻ってきてしまったね。はい。顔つきが少し大人っぽくなったな。きっといろいろあったんだと思うけど、自分では何がダメだったと思う？あの母親、僕のことバカにしたんです。親切で声をかけたのに。だから仕返ししてやった。被害者の子は関係ないのに？そんなの知りません。向こうが悪いんです。泉くんも強がって向こうが悪いと言ってるけど、心の中ではかなり答えていると思います。そうですね、私もそう思います。まだしっかりと話していませんが、私は彼とどう向き合ったらいいでしょうか。と言いますと？正直なところ彼には裏切られたと言いますか、どうしても許せない気持ちがあるんです。確かにその気持ちはわかります。前回あれだけ約束したのに破りましたもんね。やった非行も決して許されるものではありません。でも僕は思うんですけど、泉くんもやりたくてやったんじゃないかもしれません。彼は誰にも理解されず孤独でした。我々だけは彼の理解者になってあげないと。彼も誰にも心を開けないし、そうなると出院してもまた同じことを繰り返すかもしれません。頭では分かっていてもなかなか気持ちがついていかなくて。それは泉くんが布川先生を裏切ったからですか？自分が誠意を持って向き合ったから再飛行するような人間は受け入れられないということでしょうか？彼のように障害を持っている少年はそもそも頑張ろうとして頑張れないから、なおさら支援が必要と私は感じます。頑張れない少年だからこそ、期待を裏切る少年だからこそ、逆に支援しなきゃいけないんじゃないでしょうか。私にはまだ答えは分かりません。でも六峰先生のおっしゃることも含めて、もう一度彼とどう向き合ったらいいのか真剣に考えてみます。ありがとうございます。泉くん、また戻るようなことになってしまって申し訳なかったね。え？こちらももっといろんなことを考えておくべきだったと思う。もう二度と同じことがないよう、また一緒に頑張ろう。はい。10ヶ月後。え？泉くんの父親が失踪？そうなんです。泉くんは最近は表情が生き生きしていて、出院も近いので布川教官も喜んでいたのに、身元引受人がいない状態になってしまったので、担当者と布川教官は必死になって受け入れ先を探しているそうです。それは泉くんのメンタルも心配だね。彼と一度話をしてみよう。よろしくお願いします。私たちも帰るところのない子を受け入れたい気持ちはもちろんあります。ですが性犯罪の子はダメなんです。そこをなんとかお願いできないものかと。うちの施設の周りには小さいお子さんがいるご家庭がたくさんあるんです。
もしうちの施設からそういった犯罪者を出すと、うちは潰れてしまいます。そしたらもっと多くの帰れない少年たちが路頭に迷うことになります。あ、わかりました。その後も布川教官と担当者は泉良一の受け入れ先探しに奔走した。父親の行方は依然として分からず、不安な様子の良一には定期的な診察を行った。そして3ヶ月後、とある他府県にて泉良一と会って話をしてみてもいいという施設が見つかった。うちは生活にいろいろと厳しい決まりがあるけど、それは大丈夫ですか？少年院の生活はもっと厳しいので、そういうのには慣れています。そうかそうか。布川先生はうちに何度も来てくれて、泉くんはもう絶対に大丈夫と言ってくれてるしね。うん、泉良一の受け入れ先が決まった。それじゃあ元気で頑張って。はい、ありがとうございます。施設の人たちを困らせたらダメだよ。分かってます。それと泉くん、これ、もしまたストレスがたまるようなことがあったら、それを見て。そのお守りが君を守ってくれるからね。布川先生、ありがとうございます。六麦先生も本当にお世話になりました。布川教官と学んだこと、忘れないようにね。施設に向かって旅立つ別れ際、泉良一は涙をぐっとこらえて、最後の最後まで涙を見せることはなかった。私はそこに今までの彼と違うものを、確かな成長を感じた。泉良一の本当の更生はここから始まる。令和2年版犯罪白書によると、少年院入院者の性非行、強制性交等わいせつは男子全体の 5.0% を占めるが、年少少年16歳未満に限ると13.7% と高い割合を示し、傷害暴行 30.4%、 窃盗 25.5% に次いで3番目に多い非行である。一方で親が失踪したなど身元引受人のいない少年の場合、性非行などを行った少年を快く引き受けてくれる施設は少なく、帰住先がなかなか見つからないケースも多い。